おはようございます。今日はですね、ゲームビッシュ IB になりますね。で、今7時半ですなんですけど、試合の方は19時から、キックオフという感じですが、遠いです。今日もゆっくり行く感じになると思います。アウェーの日はね、だいたいこうやって早いんだよね、朝ね。で、19時のようにこの7時半に出るっていう、まあ、途中でご飯も食べなきゃいけないですし、そういうのもあるんですけど、まあ、意気込みとして、話していきたいなと思いますけど、雰囲気はいいんじゃないかなと思います。この今の自分たちが過ごしているシーズンの方向性を、ね、変えるには、3連勝というのは非常に大きいタスクになってくるのかなと思うし、でもビデオ見ましたけど、非常にいい相手ですね。強いなと思います。しっかりとそこに対して自分たちがやること対応して、自分たちの戦術を持って、もの勝ち点3というのをもぎ取れたらいいなとは思います。まあ、個人的にも、まあ、ちょっと、先週の日曜日から体調はちょっと崩してしまってという感じですけど、まあ、木曜日の練習から復帰して昨日もね、コンディションをしっかり作りにジムの方に行けたので、まあ、スタメンかスタメンじゃないかは分かりませんけど、まあ、もうそこは関係なく、試合に出た時に、チームにね、どれだけ貢献できるかっていうのが大事なタスクになってくると思うので、スタメンじゃなくてもいちいちそこで落ち込まずにね、100%、120% でしっかり準備をして、試合に出た時にマックスで自分の持ってる力を出せるようにね、そういう準備をね、取り組みたいと思いますし、時間かけていくわけですから、何としても勝ち点取って、さあそっちの方に帰ってこれたらいいなと思いますし、まあそんな感じで今日の一組にしたいと思います。ではまた。